今日私は第一リント15章中節の御言葉を通して今の私は神の恵みによってという題名で御言葉を語りたいと思います。今の私は神の恵みによって今日の本文第一リント15章中節のこの御言葉は使徒パウロの信仰告白であります。パウロがサウルであった時どのような人でしたか 世の中で言うと本当にエリートでしたね。背景であったり学問であったりいろいろな部門において優れた人でありました。しかしイエス・キリストに出会ってから彼の信仰告白はいつも今日の本文のように全てが神の恵みであると語りました。トパウロが 他の人よりももっと多く働いたことは事実なんですね。しかし、すべて神の恵みによってなされたものだと語りました。私たちもこの使徒パウロの告白のように、今の私がここにあるのは神の恵みによるものであるという告白をしなければいけません。恵みでなければ私たちは暮らすことはできません。信仰生活において 一番重要なのは何でしょうかそれは神の恵みであります。また天国も誰が所有できるのかというと天国も恵みを受けた者たちが所有するものであると語ることができるわけです。恵みがなければ行くことのできない場所です。恵みがなければ私たちは何もできませんね。 また覚えなければいけないのは最後の時世の終わりにも恵みがなければ信仰を捨てて逃げていくと聖書は語っておられますですから世の終わりに暮らさるこの恵みを求めて歩まなければいけないんですねノアのように恵みを求めて毎日恵みを探し求めながら暮らしていく信仰生活が私たちに必要であるわけです この恵みは何でしょうか恵みというものはどんな努力や条件もなくただ与えられるものであります。神様からの賜物ですよね。ただでくださるものです。世の中の多くの人はこの恵みを無視する人もいます。例えば運転していくと道端でただでも無料で与え差し上げますよという人がいたら、 それを無視していくわけですよね。無料だというとあまり見ないんですね。無料だというなら良いものではないだろうというわけです。神様からくださるこの恵みというものはですね、ただでありながらも世の中で一番尊いものであります。この恵みという単語を、えー 言語で見るとですね、ヘブル言語ではこう語っておられます。まず一番目に、ヘンという単語があります。ヘン。キリシャ語ではカリスと言います。カリス。これは何かというと、苦痛を味わうものに好意を与え、慰めることを意味しています。喜びを与えること。また二番目には、ラハミンという単語があります。これは罪悪感に。 縛られているものの罪を許してあげることですね。また3番目はヘセドという単語があります。これは哀れなものに慰めを与えるという意味です。好意を与え、罪を許し、また慰めること、すべてが神の恵みなわけです。ですからこれは絶対的な方がその 子供たちに与えられる無条件的な愛を意味しています条件のない愛です両親は子供たちに向かって無条件な愛を注ぐわけですよね神様はそれよりももっと大きな愛を私たちに注いでくださると語っていますでは今日はこの恵みの種類について見てみたいと思いますこの世の中には二つの 種類の恵みがありますまず一番目は一般的な恵みです。一般的な恵み。これは全ての人が受ける恵みであります。信じる人も信じない人も、選ばれた人も選ばれてない人も、全てが受ける恵みであります。恵みがなければ誰一人暮らすことはできません。例えば私たちが今この空気を吸って酸素を吸うこと、息をすること、これは神様から 与えられる無料でで与えられる恵みあります皆さん今日も日が昇りましたよね。それも恵みなわけです。この地球がどれほど早く回っていると思いますか地球はとても速くえ回っているわけです。速度が速いためその分音がすごいわけですよね。しかしその音を私たちの耳に聞こえないわけです。 もしも聞こえているならばその鼓膜が破れているでしょう。しかしその自転する音が聞こえないということも恵みなわけです。私たちがいつも息を吸って、日が昇って、水を飲んで、これすべてが神様の恵みなわけです。信じる人だけに与えられる恵みではありません。マタイ5章44節から45節を見ると。 しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。語っていますよねその次に45節に、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからでありますと語っていますね。ね私たちに、 敵を愛しなさいと語りながらも何を語られたかというと天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせてまた雨を降らせてくださるとどんな人にでも神様は同じように恵みをくださっていると語っておられます皆さん漫画のようにですねある人にだけ雨が降るわけではありません 同じ,人同じようにすべての人に与えられます。それが一般的な恵みです。2番目は特別な恵みがあります。特別な恵みこの恵みというものは救いに至らせる恵みです。これはただ選ばれた信徒にだけ与えられる恵みです。エペソ2章8節を見ると。 あなた方は恵みの故に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと語っておられますね。恵みによって私たちは救われたわけです。恵みによって信仰が与えられ、恵みによって救いが,受け救いが与えられたわけですね。それは神の賜物だと語っています。皆さん、賜物、プレゼントをくださるのはすべて無料なわけですよね。 ですから、そのような特別な恵みを私たちに与えてくださっているわけです。その恵みの結果、私たちはその御言葉を聞いて悟らせてくださり、そして信じることができるようにしてくださっているわけです。私たちのその罪を悟って、悔い改めることができるようにされるのも神様の恵みの賜物であります。悔い改めというものも誰でもできるわけではありません。 いくら悔い改めなさいと言ってもです、ね、心から悔い改めが出ないわけですしかし恵みを受けた人は自分の罪を悟りそして自分のその罪を悔い改めることに至るわけですよ、ね、教会に来て皆さんこうやって信仰生活をし,していくことができるということ自体も恵みなわけです ガラテヤ人への手紙、一章15節を見ると、けれども、生まれたときから私を選び分け、恵みを持って召してくださった方であると語っています。神様は私たちを恵みを持って召してくださったと、呼んでくださったと語っています。ですから私たちがこのように教会に集っているわけですね。しかし、多くの人は私が選んだんだと考えます。しかし、それは。 間違っているわけです私たちが選んだのではなく神様が選んで、恵みによって私たちを呼んでくださったわけです。ですから感謝をすべきなんですね。恵みがなければ私たちは何もできません。ヨハネ一章中六節を見ると、イエス・キリストは恵みの上にさらに恵みを受けなければいけないと語られました。恵みの上にさらなる恵みを受けなさい。 例えば一般的な恵みは全ての人が受ける恵みでありますそこで終わってはいけませんそこで終われば救いはないわけです一般的な恵みの上に特別な恵みをまた受けなければいけませんそうすれば救いを得ることはできるわけですまたその特別な恵みを受けて信仰が芽生えたならばその信仰の上にまた従順する恵みも 私たちは求めなければいけないわけです。また、御言葉に従順する中で、その従順を通して、神様との愛みを共に成すことができるように、謙遜な恵みをくださいと、求めなければいけません。恵みの上にさらなる恵みを求めて暮らさなければいけないわけです。そのためには、まず、受けた恵みを感謝を持って守らなければいけません。あ,あ、これは本当に。 尊いものななんだなとその恵みを感謝を持って守らなければいけませんそして例えばダビデを見てみるとこの恵みを求めて尊く感じたわけですねまたサウロがダビデを殺そうとして10年間追いかけてきたわけですけれどもその自分を殺そうとしているサウロを殺すチャンスが 2回訪れたわけですよね。サウロは何も知らなかったわけですよね。ダビデがそこで剣を抜いて殺せばよかったわけです。そうすればダビデは自動的に王になるわけですよね。苦労してきたすべてのことがそこで終わるわけです。しかしダビデは殺さなかったわけですね。聖書では。 油を,受けたもの油を注がれたものに手をかけてはいけないとそのメッセージを覚えて旅では殺さなかったわけです信仰を守り抜きました神様の前に罪を犯さなかったわけですその秘訣は何かというと今まで受けてきた恵みを全てこぼしてしまうかもしれないと心配してその恵みを守るために 争わわわなかっったたけけでですす恵みを守ったわけです私たちも同じです。信徒は世の中で働いていく中で誰かと争ったりすることもありますし、また誰かが私たちに悪い言い方をするかもしれません。しかし、それに惑わされて私たちも同じように争ってはいけないわけなんですよね。 私たちが弱いから争わないんですかそうではないわけですよね。ダビデのように自分たちが今まで受けていた恵みを全てなくしてしまうか、恐ろしいから我慢して、またその争いから逃げたりとか、損をしても私は出ていこうと。恵みをこぼさないために、恵みを失わないために私たちは守るわけです。 そしてこれから与えられる恵みをもっと求めて暮らさなければいけないと聖書は語っています。それが恵みの上にさらなる恵みを受ける理由です。恵みを守って、またこれから受ける恵みのためにも積極的に探して求めていかなければいけないわけです。ではこれから与えられる恵みを私たちは受けなければいけません。どうすれば恵みを受けることができますか ?2 番目に 小さなものに注意しなければいけません。小さなものに注意しなければいけません。生活の中で小さい感謝の条件を発見することができる信徒とならなければいけません。ですから、第一テサロニケコシ18節を見ると、すべてのことについて感謝しなさいと語っていますよね。すべてのことなんですか何,何もかも小さいものも 大きなものも良いものも悪いこともすべてについて感謝しなさいと語っています。シトパウロはそのような暮らしをしたわけです。エペソ3章8節を見ると、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を違法人に述べ伝えるためであると語っています。 自分自身を一番小さなものであると。一番小さなもの。そのような自分に大きな恵みを与えられたと語っています。シト・パウロはその恵みに感謝しているわけですね。私たちも小さなことに感謝しなければいけません。小さなことに注意しなければいけません。 イエス様も小さなものに忠誠しなさいと語られました。ルカによる福音書16章10節を見ると小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実だと語っています。世の中の人は大きなことにだけ関心を持ちます。自分自身を現れる表すことができるもの。しかしイエス様は 小さなことに忠誠しなさい、忠実になりなさいと語られました。小さなことに忠実する人は大きなものにも忠実できると。しかし、不誠実な人は、不忠実な人は大きなことも小さなことも与えられないわけです。信仰がある人というのは小さなことに関心を持つことをしなければいけません。 また昔ですね小さな死を気をつけなさいと語られたことがあります小さな死に気をつけなさい大きな死があり小さな死がありますか小さな死に気をつけなさい何が小さい死かというと例えば生系者怠慢なことが小さな死だと語ります 例えば何もせずに、もうめんどくさがってですね、寝転んでいること、怠けることが小さな死であります。また2番目は、遊び楽しむこと、面白いことだけ求めること、それも小さな死だと語られました。例えば食べすぎたり、飲みすぎたりすること、 面白いことだけに向かうことそれも小さな死なわけです第一手もて5章6節を見ると自堕落な生活をしているやもめは生きてはいてももう死んだものだと語っていますね歴史の,歴史の記録を見てもロー,マローマ帝国大きな力があったもの国でしたアメリカよりももっと強い国だったわけです でもなぜローマ帝国が滅んだわけですかこれは自堕落な生活のためだったと語っておられます。貴族がどのように暮らしたかというと一番いい食食事を積み立ててて横になって食べたそうです横になって寝ながら食事をするんです。 食べたいものが多くあるためにどうしますか吐きながら食べたと言います。吐きながら。そうやって毎日毎日遊び果てているわけですね。ですから滅んだわけです。また3番目に小さな死は不平不満だと言っています。不平不満を言うこと自体が自分の体を殺していくわけです。 しかし、信徒はいつも感謝をするわけですね。ですから、家庭であったり、職場であっても、また教会であっても、決して不平を不満を言ってはいけません。夫婦の中でも同じです。また、親子関係でも同じです。不平を言ってはいけません。小さなことに感謝することができる人が、まことの信徒であります。そういう人が、 神様から与えられる恵みを守ることもできますし、求めることもできるわけです。小さなことに感謝できれば大きなことに感謝できます。しかし小さなことに感謝できない人は大きなものを与えても感謝できません。そういう人は継続的に不平不満を言います。ですから小さなことに感謝できない人は大きなことにも感謝できません。かわいそうな人なんですね。 ですから私たちの教会の信徒は小さな恵みを決して無視せずにいくら小さくても神様の前に栄光を表し感謝をする信仰がある時に私たちにもっと大きな恵みをくださり恵みが耐えることなく与えられるわけですですからエリアが神様の命令によってホレブの山に行きましたシナイさんに行きました神様に出会うために神様に出会うために行った時に 山に立ちなさいと私があなたに出会う会いに行くと語られました。列王記上19章、11節を見ると、外に出て山の上で主の前に立てと語られましたね。そして主が通り過ぎられた時に、激しい大風が山々を裂き岩々を砕いたと語っています。そしてそこの風の中には主はおられなかった。 風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかったと語っています。また地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があったと語っています。細い声の中に神様がおられたわけです。その小さな声、信じる者はですね、この細い声に耳を傾けることができる人でなければいけません。 再臨されるイエス・キリストも開かれた小さな巻物を持ってこられるとヨハネの目10章2節に記録されています。その手に小さな巻物、大きなものではありません。小さな巻物を持ってこられると。イエス様もペツレヘムで生まれました。一番小さな村で生まれたわけです。では神様はなぜイエス・キリストを送られるとき、小さな姿を持って、 語語らられれたたたんんででですすかまた細い声で語られたんですか大きく来られて大きな人に与えられたならば世の中にいる大きな権力者がそれを全て奪い取るでしょう小さな存在は受けることはできないわけですですから神様は一番小さなものとして 小さな姿を持って送られたわけです。大きなものも小さなものも、恵みを受けるものには与えられるように、こうやって送られたわけです。また、傲慢な人たちは大きなものだけに関心,、えー、関心を持っているわけですね。ですから、小さなもの、小さな巻物、小さな姿として来られれば、その傲慢の中で神様,を出神様に出会うことはできなくなるわけです。小さなことに注意して、 一番低い場所にいる信徒はその恵みを受けることができるということを語っておられます。そういう祝福を与えるために神様は小さな存在として来られると語っておられるわけです。皆さん、運転をしているとですね、大きな文字で看板を書くわけですよね。見言葉も大きな文字で書いておけばみんなえ見えるでしょう。しかし、そうされませんでした。なぜならば 大きな文字でなぜ書いておくかというと早く通り過ぎる時に見えるようにするわけです。神様はそうやって神様の言葉を読むことを求めておられません。適当に通り過ぎる時に読むようなそういう書物なわけではないわけです。集中して つまびらかに詳しく見るために小さな巻物としてくださったわけです。イザヤ34章16節を見ると、主の書物を調べて読めと語っておられますね。これらのもののうちどれも失われてはいない。それぞれ自分の連れ合いを書く,書くものはいない。それは主の口がこれを命じ主の御霊がこれを集めたからであると。私たちは小さな声。 小さなこの巻物に集中して詳しく調べて読みながら小さな恵みを発見するために努力するそういう信仰が必要なわけです。そういう時に神様は大きな恵みを与えてくださります。死とパウロも同じです。パウロというのは小さいという意味です。小さい。サウロは大きいものでしたけれどもパウロになったのは小さいものになるためです。小さいもの。 私たちは小さくならなければ神様は私たちを大きくされないということです。大きな働きをさできないということなんですね。パウロが小さく謙遜なものになってからそのパウロを用いて神様は福音を全世界に述べ伝えられました。大きな使命を果たすものとして変えられたわけです。自分がまず小さくならなければイエス・キリストが入ってこられません。 私たちが大きければですね、イエス様は自分の私たちの中に入ってくるそういう場所がないわけです。イエス様が入られる場所がないわけですね。ヤコブの手紙4章6節を見ると、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、減りくだる者に恵みをお授けになると語っておられますね。 イエス・キリストの弟子も聖霊を受ける前にいつも誰が大きいか争っていたわけです。イエス様が見ておられない時にですね、私は先に来たと、私がもっと大きなものだといつもそうやって争っていたわけです。ルカによる福音書22章44節にありますよね また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議が起こったと語っていますするとイエスは彼らに言われた違法人の王たちは人々を支配しまた人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれているとだがあなた方はそれではいけないと語られました愛する皆さん私たちは小さな場所にへり下ることができるものとなってくださいじゃあ結論的に恵みは 自分のまことの姿を発見させます。恵みがなければ自分の姿を一生知らずに暮らしていくということです。今日の本文でシト・パウロは今の私になったのは神の恵みによるものだと語りました。これはどういうことかというとイエス・キリストに出会う前恵みを受ける前には自分自身の姿を知らなかったということです。 イエス・キリストという恵みを受けてから神様が求めておられる創造の目的に沿った自分自身の姿を見ることができたわけですね。皆さん、私たちは創造された神様のその目的に従った暮らしをしているでしょうかでなければ、 世の中の人が求めるそういう姿として暮らしていますかまた社会で注入してくる私その知識や思想による暮らしをしていますかまた自分の欲による姿自分の欲を満たすための暮らしをしていますか私たちはそうであってはいけません。創造された神様の御心のまま また計画のままその目的のために暮らしていく信徒として歩まなければいけませんそれを発見するためには恵みが必要なわけですその恵みをどのように求めていくべきなのか恵みというものは賜物であります賜物であるということはその恵みをくださる方に求めなければいけないということです恵みはお母さんにですね ご飯頂戴というように神様の前に求めて祈って願い求めなければいけませんそれが恵みを受ける秘訣です愛する皆さん恵みを求める心を持って毎日毎日祈り続ける皆さんとなることを主のびをもと祝福します祈りによっていつも恵みを求めて歩むそういう暮らしをしていく時に 私たちの恵みを守ることはでき、またもっとさらなる恵みを受けることはできます。そういう体験をしていく皆さんとなることを忍びをもって祝福いたします。そういう姿を通して私たち神様から求めておられる信徒の歩みを成していく皆さんとなることを忍びの,のもって祝福いたします。祈ります。愛するちなる神様、感謝いたします。今日も神様の恵みによって朝、目を覚まし、 恵みによって私たちをこの場所に集わせてくださり、御言葉を求めて神様の前にこうやって集まっています。私たちに与えられているすべてのものが恵みであることを信じます。神様の前に栄光を表し、感謝をなす信徒となることはできるよう導いてください。子供がお母さんの父を求めるように、恵みをしたい求める心を与えてくださり、 毎日毎日恵みを求める絶やすことのない祈りを続けていくことができるよう導いてくださいそういう時に祈りの答えを受け恵みの上にまたさらなる恵みが与えられますように全ての働きに神様が共におられていつも恵みに満たされる愛みを成していくことができるよう祝福してくださいただ恵みだけが全てを可能にするという信仰を持って 世の中で暮らす時にも恵みを尊い生き物として考えその恵みを守るために言葉や行動をしっかりと気をつけながら歩むことができるよう導いてくださいすべてを祈ったとおりなしてくださることを信じてイエス・キリストの命によってお祈りします。アーメン